サルバトーレ・ジュリアーノサルバトーレ・ジュリアーノはイタリア・シチリア島の山賊。男性。1922年11月16日、サルバトーレはパレルモ近郊の村、モンテレップレに、サルバトーレ SR の4、男として生まれた。両親は1904年にアメリカに渡り、1922年に帰国すると、稼いだ金で農地を改正形を建てた。 学校が嫌いな彼は12歳から働き始め、いろいろな職を経験したが、どれも長続きしなかった。気が短い性格で雇い主と何度も喧嘩したという、20歳の時に電話不接工事の仕事を解雇されると、その頃、連合国軍がシチリアに上陸して敷いた、配給制度を利用して、小麦などの闇取引に手を染めた。しかし1943年9月2日、午後、 小麦をロバに積んで村に戻るところ、憲兵の検問所で持ち物を取り上げられ、憲兵詰め所に来るように命令された。この厳しい措置に起こり、憲兵二人を射殺した。その時に、ジュリアーノ自身も撃たれ、足を怪我した。その後、傷が治ると憲兵に復讐するため、山賊になった。憲兵隊は12月22日に、ジュリアーノの家族や親戚を含めて126人を、交流した。 その夜にジュリアーノは復讐をする、憲兵詰め所に押しかけ、機関銃を乱射し、一人を射殺した。山賊になってから警察や地主の家々を襲撃し、金品や食料を奪った。金持ちから奪い貧乏人に物を与え恩を売った。そうして、ロビンフッドのイメージが作られ、民衆から尊敬を受けるようになり、人気も得た。最盛期には、彼の山賊団は500人はいたと言われている。 彼の山賊団は7年間活動したが、その間だけで149人を殺害している。さらに、殺人未遂事件は172件あった。シチリア独立運動の時は独立派に参加し、50人ほどの部隊で警察の宿舎を襲撃し武器を奪い、書類を焼き払ったりし、刑務所も襲った。1947年5月1日には、ポルテ・ラデッレ・シネストレの虐殺事件を起こす。 この事件の首謀者は、ジュリアーノの山賊団だった。彼らは、無防備の社会主義者2000人が開いていた集会場所に向かって発砲し、11人を射殺し、27人を負傷させた。その後も、各地の社会党や共産党の支部を襲撃した。独立運動が収まると、再び山賊となる。政府、警察による山賊一掃が始まった時期、ジュリアーノは、 サントフレイレスラマフィアとの関係を強めていた。警察ともつながっているマフィアに進められるまま、ジュリアーノは密かに他の山賊を攻撃したり、その情報を警察に流したりし、それによって自分たち以外の山賊を壊滅に追いやった。その際、ジュリアーノは過去の罪を帳消しにする密約を結んだが、結局保護にされたという。しかし、次第にマフィアと対立するようになり、 ジュリアーノはフレーレスを殺害し、そのボスのカロジェロ・ビッチィーニを威嚇、脅迫し始めた。そのためビッチィーニは身の危険を感じ一時的に身を隠した。1950年7月5日に片腕でいとこのガスパレ・ピッシェッタに裏切られ寝ているところを射殺された。ピッシェッタは後の裁判で山賊とマフィアと警察の関係を暴露した後に、 終身刑を受け習慣されたが、マフィアの報復を恐れて毒房に入ったもののコーヒーに毒を盛られ殺害された。なお、ピッシェッタ殺害の犯人は捕まっていない。貧しい人々に金品や食料を分け与えたことから記事では、英雄視されておる。しかしその最後については、疑問も持たれており、アメリカ亡命説もある。2010年遺体の DNA 鑑定では90%。 以上の確率で本人であるという結果が出たという、バンディート・ジュリアーノ・ビル DNA ・カンファーマ・レオッサネル・シモテロ・ディモンテレプラ・ソーノ・ルス・マニズ・ IT ・ありがとうございます。